街中が輝き出し、人々の笑顔があふれ、誰もが心を躍らせるクリスマスがやってきました。天使がついたベルだったんだ。夢が叶う天使のベルを
お互いに送り合ったのが私たちの初めてのクリスマスプレゼントだったのよ。初めてのクリスマスプレゼントが同じ天使のベル？天使がママとパパを結びつけてくれたんだよ。天使は目には見えないけれど、いつもあなたたちのそばにいて愛を届けてくれるのよ。ベルの音が鳴るとそこへ天使が来てくれるのさ。すごい。ねえパパ、ママ、そのベル、僕たちに貸してくれる？とても素敵だろ。で、これがママからもらったパパの天使のベル。同じだ。明日はクリスマスイブよ。ゆっくりおやすみなさい。おやすみ。おやすみママ。天使のベル貸してくれてありがとう。パパありがとう。おやすみなさい。この写真を見て、10年前のパリよ。初めて過ごした私たちのクリスマスイブ。あの日から私たちはずっと一緒ね。あの頃、あの子たちがいなかったなんて信じられないわ。Someone else will do.
グレース、教会へ行ってお祈りしよう。天使さんにベルを直してもらえるように。ベルを壊してしまったティミーとグレースは天使に祈りを捧げるために教会へと向かいました。この教会に来るようにと書いてあったけど、あの子たちどこにいるのかしら。ティミー、グレース、どこだ。いたずらしないで出ておいで。
幸せを祈る時、あなたの胸に温かい光が灯るのです。天使はその光を見つけ、愛する人へ届けてくれるのです。あなたが愛する人がいること、あなたを愛してくれる人がいること、そして今あなたがここにいること、それはすべて奇跡なのです。We wish you a Merry Christmas. This holiday season, as you think of those you cherish, a light will be born within your heart. Angels will find that light and deliver it to your loved ones. To love and to be loved, and your being here tonight are all part of the miracle